にちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は74ページ64番 A ドゥアーになります。それではね、早速とりあえず皆さんいろいろ思うところあると思いますが、とりあえず早速一回やってみましょう。8分の6拍子です。これでいきます。この曲はですね、歌ってしまえばあっという間なんですけれども、これどうに歌えばいいんですかっていうねところを、まあ私はこういう風に歌いなさいと習いましたが、じゃあいざねここで YouTube 撮ろうと思った時に、まあ私も生徒さんに今歌った通りに歌ってもらっておりましたが、ちょっと待ってよと、ちゃんと調べようかななんて思い始めたら、もう果てしない広さのわからなさが、広がり、そしてもうこれね、動画撮るのやめようかなって一時思って、こうバツってつけたんですけど、まあとりあえずね、賛否両論いろいろあるとこは思いますが、とりあえず撮ってみました。ということで、これね64番って書いてある隣に8分の6拍子における推節奏っていうんですかね、もうこの言葉はググってももうね出てきません、出てこないんです。これ何なんですかって、でこうよーく見るとですね、こう印があって、それ下にね、あこれねって思って、この例題中スラーのある音符は一つずりで歌え、どういうことみたいな、もうここからね始まるんですよ。一つずりで歌え、はどういうこと。そしてですね、まあ私の持っている交流文献の本すべて調べてみましたが、この音頭社から出ておりますこの交流文献には、この例題中スラーで結ばれている音符はワンシラブルで歌う、ワンシラブルで歌う、一つづりで歌いがワンシラブルになった、はあ、それはどういうことなんだろう。そして大昔に使っておりましたゼオン楽譜出版社の学生版交流文献、これを見ましたら、この例題ではスラーで結合された音符は一つの音節で歌います。一つの音節、それはどういうことなのかがいまいちわからない。そしたらこの音友社版交流文献、これにすごいことが書いてあったんですよ。スラーの、あ、何これ、スラーのある2音は先の音名で歌うこと。先の音名？じゃあこれをレスイソーセイソーミーって歌うんですかね。これにくっついておりました、このね解説書にねまたいろいろ書いてございまして、まあ全部読むわけにはいかないんですけれども、最後にね、特にスラーのかかった2つの音を先の音名で歌う必要はないって書いてあるんですけど、どっちなんかいつね、どうすればいいんですか私っていう。そしてじゃあこのね、何ですか、
平井幸三郎先生が伴奏をつけておりました、この全音版、このね、これはどういう伴奏ついてるんだろうと思ってみましたら、これがすごいんですよ。こういうね、伴奏がついてるんですよ。っていうことは、一人で弾きながら歌えませんこれ、それできないといけないのかもしれないですけど、すごく過酷です。もうね、この伴奏版とこの本当版、もう過酷ですよ。でもこれを、このコール文言を知らなかったら、じゃあミドラドラファって歌うのかなっていうね、なんかとってもどうしていいんだかわからないです。これをね、じゃあどうやって歌うんだろう、あ、そうだそうだ、私 CD 持ってたんだと思いまして、 CD を聴きましたら、先ほど私が歌った通りに歌っておりました。歌った通りではないんですけど、普通にね、ミレドセラソドセラソファミって歌っております。この曲はね、そして繰り返しがねあるんですけれども、私も繰り返しをつけないで歌いましたが、こちらのね CD も繰り返しはなしで歌っていました。こういう曲に関しましては、テストには多分出ないと思うんですけど、もしね出てしまった時に張り切ってミドラドラファって歌って、次の人が大パニックになるみたいなね。そしてさらにすごいレシソシソミって歌ってもっとパニックになる。そしてさらに、これ A ドアだから移動で歌いなさいよって先生に言われた人がドラファラファレって歌って、もっとパニックになってそしてもっとすごいのがシーソーミーラミドって歌って、もう何を歌っているのかすらわからない状態、大パニック起きちゃうから多分出ないと思うんですけど、これだから解明で歌わないでね、で歌ったんじゃダメなんかいっていうね、これ良くないですか。これね、普通にこうメトロノームしといて、一番平和ですかね。皆さんはどの方法で歌ってますか。先生になんて言われてますか。もうね、すごいねこれ、逆にね、全国の教えてる先生に私お聞きしたいです。これどういう風に歌ってますかって。まあ答えは出ないんじゃないんですかね。これだけいろんな本が出てて、いろんなことね書かれていたらどうにしていいんだかもうわからないですし、結局わからないから、どの本も同じこと書いてある本が一つもないんですよ。だからまあ意味はねなんとなく一緒ですけど、まあそんな
曲もある。もう本当にねこの交流文献思ったより奥深くってびっくりです。この後もねまたねすごいの見つけちゃったんですけど、またねそれはその時にお話ししたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。